ネーモロゴマークナサ極限環境ミッション運用は将来の宇宙探査のため海中居住施設アクエリアスで宇宙飛行士や技術者、科学者が最大3週間過ごすアメリカ航空宇宙局の訓練過程である。アクエリアスはフロリダ州キーラーゴから5 6トル沖合のナショナルキーズ国立海洋保護区にあるサンゴ礁に隣接し、 水面下19メートルの海底に設置されている。NASA は2001年以来一連の宇宙探査のシミュレーションとして主に多国籍の宇宙飛行士が通常7日間から14日間に渡り滞在している。このミッションには約5億ドルの費用を要する。乗組員はアクアノートと呼ばれ水面下の環境で宇宙遊泳のシミュレーションを行う。 飽和潜水として知られる技法により、アクアノートは一度に数日から数週間、水面下で活動できる。どんな深さでも、水面下で24時間経つと、人の体は不要性気体により飽和する。飽和潜水では、潜水者は水面に戻る前に、どの程度、減圧する必要があるか正確に予測することができる。この情報は減圧症の危険性を低減する。 アクエリアスの中で生活し、同じ深さの海底で活動することで、ネイモの乗組員は、ミッションの期間中、水面下に止まることができる。NASA にとっては、アクエリアスやその周囲の環境は、宇宙探査の模擬となる。宇宙空間と同様に、海面下は、厳しい環境であり、人が生活するのに異質な世界である。ネイモの乗組員は、遠く離れた、小惑星、 火星等の惑星、衛星での経験に類似する経験を積むことができる。ネーモミッションの間、アクアノートは将来の宇宙ミッションのために宇宙船内での生活や実験、宇宙遊泳の技術を疑似体験できる。宇宙空間と水面下の環境で活動するのには綿密な計画と準備が必要である。水面下の環境は異なる重力環境を体験するのにも役立つ。 2012年まではアクエリアスはアメリカ海洋大気庁が所有しノースカロライナウィルミントン大学のナショナルアンダーシーリサーチセンターが生物海洋学の研究拠点として運用していた2013年以降はフロリダ国際大学が所有している第10回 NASA 極限環境ミッション運用訓練ありがとうございます